株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大、JAVA伊勢松阪大会、日立製作所トヨタ自動車31日、ライムスタジアム伊勢阪神から、ドラフト6位指名を受けた、豊田博士外野手24、日立製作所が、31日、2試合連続の先制打を放った。株式会社 AI によるデモ音声です。この日は2番右翼で先発出場。これはデモ音声です。初回1失では見逃し三振に倒れた。これはデモ音声です。しかし両チーム無得点で迎えた3回2失1、2塁。株式会社 AI によるデモ音声です。2球で追い込まれたが、甘く入った直球を見逃さず、中前へ打球を運んだ。株式会社 AI によるデモ音声です。2走が本塁に生還し、2試合連続で先制の敵地打を記録した。これはデモ音声です。30日のパナソニック戦でも、3回に右前へ先制打。株式会社 AI によるデモ音声です。同日の試合後には、打撃の調子は自分的には良くないと思う。株式会社 AI によるデモ音声です。ちょっとまっすぐに刺されていると話していたが、一夜明けて修正した姿を見せた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。得点圏の場面では、前日から合わせて4打数2安打と勝負強さが。